出てき本日の動画は実録猫たちの爪切り変態紳士私ゆきみちゃんのお腹を触りたい以上のような内容となっております。祝27万再生ということで、昔投稿した爪切り動画がなぜか今頃じわじわ人気を博しておりまして、まあそれだけね皆さん猫の爪切りに苦戦しているのだろうと思います。で、これがね、その昔の動画の一部なのですが、動画のコメントで、すごくね、おとなしい猫ですねとか、うちではね毎回流血騒ぎですといった、まあとにかく爪切りをする際に猫が暴れることに、苦労している愛猫家さんたちが多いというね、印象を私ひしひしと感じました。確かに、このうちのわびさびちゃんたちはかなり寛容な性格の持ち主でして、爪切りどころかですね、こんなことをしても全く怒らないどころか逃げる素振りすら見せません。あまりに従順な性格なので、我が家ではお供アイルーというあだ名をつけ、依頼があればモンスター狩りに一緒に行くことはありませんが、可愛がっている次第です。まあそれはいいんですが、確かにこの昔の動画だと爪の切り方は分かっても、実際は猫が暴れるためこんなうまく切れずに何の参考にもならんと、まあ例えて言うなら教科書通りのお勉強ばかりしてきたお坊ちゃんが社会に出たら全く使い物にならんと、一言で言うと、まあ、実用性がない、まあ、コメントでいただいた内容はねそういうことなんだと解釈しました。その気持ちは、今になって思えば、痛いほどわかります。というかですね、実際に物理的な痛みを味わいました。言わずもがなだとは思いますが、このゆきみちゃん、こんな可愛い姿ですが元野良猫だけあって、まあ、爪をね切ろうとしようものならティガレックスなのではと勘違いしてしまうほど強力な爪攻撃を繰り出してきます。ということで、暴れる猫の爪切り、今回はですね、この根本的な解決策を見出したわけではないのですが、せめて私も皆さんと同じ気持ちになったんだよということをね、知っていただきたく、本日はゆきみちゃんの爪切りの様子、こちらをご覧いただきたいと思います。もうちょい下痛いで、ね、ちょっ
ちょっと待って。ご覧の通り、我が家ではこの怒り状態のティガレックス対策としてチュールをですね、上げながら爪を切るという対策を取っていますが、この方法、このチュールがですね、強力すぎて逆に爪全開で触手に来るというデメリットがあります。まさに肉を切らせて爪を立つ、そんな爪の切り方になっております。やはり現実は、編集された動画のようにうまくはいかないんだなということをしみじみ感じる今日この頃でした。ちなみにどうしても暴れる場合はこんな方法もありますので、興味のある方はぜひ試してみてください。先ほどあれだけの暴君ぶりを発揮しておきながら、ひとたびスイッチが切り替わればこの有様。本当に猫という生き物はツンデレのゴンゲと言っても過言ではありません。猫は尻尾の付け根を撫でられると弱いと本に書いてありましたが、どれ試してみましょう。この切りもみ回転からの伸びはまさしく気持ちのいい証拠。なるほど、本に書いてあったことは本当のようです。しかしながら、猫の気持ちよいポイントは10猫トイロと聞きます。果たして雪見城の真のなでなでポイントはどこなのか、せっかくのチャンスなので探ってみましょう。それではね、こう見えても変態紳士、元い紳士の私が最初に試すべきポイントはもちろんここ、痛いけな少女のお腹ですね。それでは失礼させていただきまして。危ない。いやー、ゆきみちゃん、なかなかガードが硬い女の子のようです。お腹が触れなかったのは変態紳士として残念ですが、まあ、娘同然に育ててきた親としてはむしろその方が安心できるというものですので、まあ、結果オーライと納得しましょう。と言いつつもう一回、おっと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 、違うよ、ゆきみちゃん、誤解だよ。私、こう見えて紳士、お腹を触ろうだなんて、ハレンチなことは全然してませんよ。やばい、バレた。どうやらゆきみちゃんのお腹を触るには、まだまだ親密度が足りないようです。ここはね、順当に頭から攻めてみましょう。ご覧ください、この表情。どうやら雪見ちゃんのポイントはここで間違いなさそうです。猫が凶暴化するのは爪切りの時とお腹を触る時。これがね、今回よーくわかりましたので、
皆さんもぜひお気をつけてください。それではね、本日はゆきみちゃんのこの表情を見ながらお別れとさせていただきます。では、週末はね、ライブ配信なんかもやってますので、ぜひチャンネル登録の上、生の猫たちの姿を見に来てください。またね、ママブログもやってます。私が仕事でいない時の猫たちの姿をご紹介してますので、ぜひご覧ください。ではまた3、4日後にお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。